ここ福井県立大学ですが、ここの高さからこのままグラウンドですからね。あそこにサッカーゴール見えると思うんですけど、こんだけ積もってるってことですね。グラウンド全部が高さすげえ。このままだってグラウンドだもんね。すごいな。はい、こんにちは、星です。で、今日ちょっとね、今冷蔵庫がちょっと1個手に入ったんですが、この小さい冷蔵庫、まあ見るからにしてよくある白い感じなんですけど、これもなんか部屋にポーンと置いといてもなんかちょっといまいちじゃないですか。ちょっとおしゃれにしたいなっていう感じで、まあまずはちょっと掃除しなきゃいけないんで、これ中古なので、これをちょっと色塗っておしゃれにしていこうと思います。で、やってる画像は今回ちょっと撮りません。もうやり方は前回やってるエイジング塗装と一緒なので、まずは出来上がってからお見せするっていう形で今回行きます。ちょっと寄ってもらって、まあこういう感じの、もう中古ですよね。完全シールもこんな汚く、掃除しなきゃいけない、まあこんなただの汚い冷蔵庫、こんなイケてないのをちょっと部屋に置くだけでおしゃれにしたいのと、もしこれ部屋で冷蔵庫として使わないならちょっと収納に使ってもいいかなと思いますね。収納ってなんかしまうっつっても大してしまえないんですけど、まあ上になんかディスプレイ飾ったりしたら面白いかなっていうようなデザインでいこうと思います。ぜひ皆さん出来上がりまでちょっとお待ちください。じゃあやっていきます。この間の前回の先ほどやってた冷蔵庫なんですけども、結局どうなったかと言いますと、気になりますよね。じゃじゃん、こんな感じで仕上げました。まあミリタリーケースね、こんな感じで冷蔵庫仕上げてみましたね。どうですかね、だいぶ印象、真っ白だった冷蔵庫が一気に変わりましたよね。こんな感じの、皆さん見えますかね、こんな感じで出来上がりましたね。かなりミリタリーの感じでできたので、結構私的には満足ですね。ちょっと汚れもだいぶ入れてみました。古い感じで。で、ステンシルで文字と数字ですね、入れて完成って感じなんですけど、もうほんとこれ冷蔵庫です。普通の、よいしょ、開けてもらえれば、普通の冷蔵庫。で、これが閉まるとカチャッとなります。いやー、いいですね、これやっぱり。まあ、上にミリタリー系の雑貨を置いてもかっこいいですよね。なのでぜひね、こんな感じで普通の冷蔵庫、まあこれちっちゃいやつなんですけど、こういう風に塗装するだけでも全然見栄え変わりますので、ぜひね、皆さんやってみてください。もちろんセルフィッシュでも受けたまわってますので、もしご依頼があれば塗装いたします。雪はもうほんとだいぶ溶けたんですけどね、でもまだまだ全然福井県内あれですね、もう道幅が雪捨て場の関係で道に雪がありすぎて一車線になってるというのが現実で、なかなかねスムーズな生活ができてないのと、そうですね、なぜか土日外出自粛っていうのが県から出てまして、うちのお店は大変なことになって売り上げないです。皆さんネットから注文よろしくお願いします。はい、じゃあ今回こんな感じで塗装してみましたので、ぜひまたね、いろいろ今後も上げていきますので、ぜひ参考にしてください。ではまたよろしくお願いします。